渋谷駅は北海道川上郡渋谷町朝日一丁目にある北海道旅客鉄道線も本線の駅である。駅番号は B61。電報略号は7。当期は SL 冬の出現号が発着する。かつてはべつ線が分岐していたが現在は廃止されている。1977年の渋谷駅と周囲約750メートル範囲。 上が、専門本線網走方面及び、標別線中標津方面。駅裏釧路側に、機関区を持つ。駅舎横に、貨物用切り欠きホームと2本の引っ込み線を持つ、貨物積み下ろし場がある。その上側から本線に合流するようなカーブを描いて、かつての標茶町へ駅道標茶線の軌道跡が、残っている。駅裏にはストックヤードがあるが、 すでに使用されていない様子である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アイヌ語の、疾病、茶に由来する。大きな川とは、釧路川のこと。短式ホーム、島式ホーム複合型二面三線の地上駅。ただし、三番乗り場は、定期列車の発着がなく使用されていない。かつては副本線や貨物ホーム。 多くの側線を有していた。法務官の移動は、古戦橋で連絡している。マシュ駅管理の業務委託駅、緑の窓口、自動券売機1台設置。かつて2.3番乗り場から、市別線中市別、根室市別方面の列車が発着しており、3番乗り場は市別線の本線として使用されていた。 そのホーム上には、標別線の接続駅の証となっている SL の、形をした木製のオブジェが、現在も残っている。なお、当駅には、そばどころ切り亭の分店があったこともある。べ茶町市街地が広がる。駅から10キロメートルほどのところにタワ平がある。べ茶町バスターミナル駅前のべ茶町、バスターミナルより、赤んバスのべつ線廃止代行バス及び、 しべ茶町遊バスが運行される。かつては JR 北海道バスが、あっけし線、串根線を運行していた。ありがとうございます。